お待たせをいたしました。ここで五代夏子さんにお話を伺わせていただきます。五代さん、よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、まずは私の一枚ということで、はい、五代夏子さんの一枚こちらです。いやー、ワンちゃんも可愛いけど五代さんも可愛い。そうですか、ありがとうございます。ハニーヘンダックスフンドっていうね、ミニチュアよりかちょっと小さいサイズなんですけど、でリクって言うんです。買ったんですか？買っちゃったんです。買っちゃったんですよ。23年ぶり。で、私はね、生まれた時から本当に犬がいないことはなくって、でずっと飼ってたんですけど、結婚を機にね、結婚して主人がアレルギーなもんで、いますよ ね、 そういう方ね。それでちょっと親元へ行っちゃってたんですけど、23年ぶりに目が合っちゃったもんで、でちょっと聞いてみたんですよ。うちに来るって聞いたら、行くっていうもんで、喋ったんですね。そうなんですよ。それで、そうよね、じゃあおいでって言って、その日のうちにもう連れて帰ってきちゃって、しばらく主人には内緒でね。うわー、本当ですか？そうなの、内緒で。そう、内緒でね。だけど、そうなの、ワンワンって言い出したから、やっぱり暴れちゃうなと思って言ったんです。アレルギーだから、なるべく近づけないようにするからって言ったんだけど、今もペロペロ舐められても平気ですよ。可愛くて仕方ないですね。もう可愛くて可愛くて一緒に寝てるんですけどね、トレーニングがもう大体ほぼできるようになったので、はい、一緒に寝てもステップ降りてトイレ行って一人で帰ってくるんですよ。それができるようになるまでは一緒に寝れなかったんですけど、今もね、ここでこうやって一緒に枕で。いやー、でもね、どうしようもないですね。可愛くって、可愛いですよ、ね、休みの時は、やっぱり散歩行ったりとか、はいはい、さっきのお写真みたいに。そうですね、ワクチン済んで3回今ね。そうか、ワクチンもあるんですね、はい、でそれが済んで10日ぐらいしてから、やっと地面を歩いていいよっていうことなので、それも済みましたので、はい、今リードつけてお散歩してます。主人もすごいですね。もう結構楽しんでます。はい、そしてお仕事の方のお話は、はい、芸能生活40周年を迎えられます。おめでとうございます。早いですね。早いですね。振り返って改めて、まあ月並みですけど、やっぱりもうあっという間ですしね、うん、ただやっぱり40年歌い続けてこられたっていうことは、本当にもう皆さんに感謝ですね。歌い続けてきたこう秘訣みたいなのってありますか、五代さん自身。何でしょうね。最初はもうとにかく両親のためとか家族のためとかね、うん、両親が喜ぶからとかで、もちろん歌が好きで、うん、はい、その後ですね、やっぱり人のため、ここ30年過ぎたあたりですかね、人のためになれたら嬉しいなっていう。はい、今日はこれから新曲を聴かせていただきます。はい、人生にありがとう、はい、素敵なタイトルね。え、はい、はい、荒木豊久先生、荒木先生お願いしたのは、とにかく40周年の記念曲なんですけど、ものすごい悲恋とか、うん、男女の悲しい恋とか、うん、そういう恋愛ものではなく、うん、だけお願いしたんです。それだけを。それだけ、うん、そしたらね、本当になんか私の子供の頃の感じもね、全部見事に死にしてくださって、言ってないんですけどね、そんなお話は。だからドキッとしました、まず詩をいただいた時は。では早速楽しみに聞かせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。